こんばんは文具王です日曜ライブのお時間です斉藤社さんっていう書店ですけれども斉藤社っていうのがまあ、あの灯籠の塔っていうか灯火の塔なんですけれども再びともすの 会社って書いて書店なんですけどもまあ紙の文化に再び火を灯したいという思いだそうですということでまあこんな感じの斎藤社っていう名前の書店なんですけど書店っていうことなんですけれども中入るとですねこんな感じのすごい小綺麗な感じのお店になっていて上からなんか和紙のっぽいスクリーンが降りていて本のセレクトショップみたいな感じなんですけどもで全体的に紙がテーマになってるものとかあとはね旅とか建築とか デザイン系の人たちから見ると非常に面白い本がいっぱいあって真ん中のテーブルになってるところにはですね紙製のものがいろいろと置いてありますということで真ん中はちょっと文具とか雑貨みたいなものが置かれていて左右の壁面のところが書店になってるわけですけれども真ん中はこんな感じですね。 で、えー、とこんな感じに本があるんですけども、まあ、手紙とかの話だったりとか紙の話紙に関わる、まあ、和紙の話だったりとか僕も持ってる本が結構かぶってますけれども、えー、古代精子の歴史と技術とかね和紙文化なんとか辞典とかねこの辺持ってますねって思いながら、えー、と見てきましたこんな感じですねあとその和紙を使って作ったあのこういうですねカードだったりとかそういうものも売ってましたねなかなか素敵な感じです まあ真ん中、ほら、要は金封みたいなものとか、レターセットだったりとか、いろんなものが置いてあるって感じですね。と反対側はどっちかっていうと、こんな感じの建築系ですね。廃墟とか、未完だったアンビルドの建築の図集とかね、なかなか興味深いものがいっぱいあるんですよね。廃墟だったりとかですね、不思議な家だったりとか、なんか王冠のコレクションだったりとか。 なんかね僕としてはですねあれもこれも気になるんですけれどもというお店でありましたよということでですねなんですけれどもここで本を買うとしおりをくれる1,000円ごとにしおりをプレゼントしていますということでこのしおりもですね全部紙が違っていますこ下に書いてあるけどレザックとかマーメイドとかいろんな紙名が書いてありますけどそこに白押しをして作っているしおりを1,000円ごとにくれるようになっていますというところですねなかなか素敵なお店です でこのねタントとかはあのいろんな色があったりして色が選べたりとかするっていう感じになっておりましたでその本屋で買ってきたものがこちらっていうねドンってえっ、ー、と今回はですねまあ本屋なんで本ですけれどもねレンブラントと和紙っていうね17世紀西洋絵画の巨匠が江戸時代の日本からはるばる運ばれた和紙に銅版画を刷っていたっていうね まあ、紙の歴史とかを見ていると、まあ、日本の和紙っていうのが、まあ、ある時期には本当にあの世界的にものすごい高品質な紙なので珍重もされていたしそれだけじゃなくてもちろんそこに刷られていた浮世絵だったり何だったりみたいなものがゴッホとかに影響を与えたりとかいう話もありますよね。があるんですけれども、まあ、そんなこんなの紙を通じた日本と海外のお話が書かれている 感じだと思うんですが、買ってきてまだまだまだ全然読んでないので、これからなんで、すごい楽しみな本ですね。が買いました。あとですね、こちらですね。印刷紙作りを支えてきた34人の名工の肖像ということでですね。これは、なんていうんですかね、えっと、いろんな職人さんですね。種地の彫刻紙とか、えー、もの製造販売とか、タイトルデザイナーとこのあの、活字職人ですよね。活字作る職人とか、 まあ、紙作る職人だったりとか、印刷の職人だったりみたいな人がですね、これなんかこう、出てくるっていう感じでですね、コメントがいっぱい載っているということで、まあ僕のあんまり、なんかあんまり普通の人は馴染みのないような職業の人たちのインタビュー集みたいな感じの本なので、これもなんかだから面白そうだなと思ったので、ちょっと買ってみました。あともう一つが、はい、もうすでに読んでるのであれですけれども、あの、ペーパーレス時代の紙の価値を知るということで、読み書きメディアの認知科学ということで、これはね、めっちゃ普通にね、 本なんだよね何がいいってねあのほらデジタルと紙でどっちが読みやすいかとか文字構成をする時に紙にプリントアウトしたら何で間違いを見つけちゃうのかとかいろんなことが言われると思うんですけどそういうやつをちゃんと、まあ、実験心理学的な手法で調べているんですよえ単純になんかそのこうだよねっていう話はよくやられるんですね。 紙の方が例えば見るときになんかね表面の反射光で見てるのと透過光で見てるのは意味が違うとかいろんなことを言う人がいるじゃないですかじゃあ本当なのかっていうのをちゃんと調べているんですよこの本の。でいちいちこうなんかグラフだらけなんですよ。<laughs> で実際に調査したグラフがめっちゃ載っていてでこれとこれだったらこっちの方が優位だみたいなのがねタブレットノート PC に比べて紙の方がまあ頻度がこうなってるよみたいなことでちゃんと統計的に差があるかないかみたいなところをですねちゃんと調べた上で紙のいいところデジタルのいいところで今まで紙が本当にすごいって言われている部分で本当に紙じゃなきゃいけないのかとかいうことをですねいちいち検証しているんですよ。これめっちゃ面白いです すでにもうだってもう買ってきたのえ何2日前ぐらいなんですけどもうここまで読んじゃったんですけどこれ非常に面白いです。 僕的には非常に分かりいいというか、自分が疑問に思っていたこと、あと、自分が今までよく言っていた、紙のいいところってこういうところだよねっていうことを、まあ僕が感覚的に喋っていたところっていうのがあるんですけれども、そういうのに対して裏付けのデータがついてくるっていうところでですね、これめちゃめちゃ良かったですねっていう本なんですけど、渋い本買いますねってあの店の人に言われたっていうね、なんかそんな感じなんですけども、えっ、ー、と、産業能力大学出版部官っていうことでですね、 結構マニアックな本ですよねだったりあとこれででですすねのの名とかっていうのもこここれれれグラフィック書ですけどこれ 2, 円でしょでこれが2800円とかで、あとおまけです、のしシ,シール。まあ、これはあの普通にあのバンデのマスキングロールステッカーなんですけども、ああ、これのしってあるんだということかどこでも貼れるのしっていうのがあったので、まあ、これは皆さんに手紙とか送るときに貼っちゃえばいいかなと思って買ってきましたけども、ということでですね、でこんだけ買ったらですね、えー、とさっき覚えてますかさっきのこのね、しおり、1000円で1枚プレゼントってなってるじゃないですか。 9枚引いてくださいと言われて9枚取りましたということでですねの3冊本買ってこれ買っただけで9,000円くらいでしたということでですね9枚ありますということなんで皆さんにこれもプレゼントしたいんですけどもこれはなんかあの単体で欲しい方これでもあの言っていただけたらこれはこれで送りますけれどももしかしたら希望者少なければあの他のプレゼントに混ぜて送りますという感じですこれ全部違うんだよねほらこれはほら花の形になっているけれどもこっちはなんかほら わかかるかな表面の質感が全部違うのねということでですねまあどれになるかわかんないんですけども斎藤社のですねこのしおりは皆さんにプレゼントにしたいなと思いますということで第4弾プレゼントですということで斎藤社書店さんですね東京都文京区湯島ここ湯島になるんです、ね、神田明神のすぐ近くですということで。 もう本当にね、神田明神の門というか、に向かって右にちょっと行ったところっていうところですね。向かって右かな。もう本当に1分も歩けばっていう感じのところにあります。斎藤社さんです。なかなか素敵なところです。で、えっ、ー、とね、お店番の人がね、いるんですけれども、お店番の人が、これ、あの、店のオーナーの妹さんかね、兄がやってますとか言ってて <laughs>、で、その人がですね、あのー、お客さんのいない間は、いない間っていうか、特に、 話しかけられてない時はあのそこにね。イーゼル立てて絵描いてんですよ。で、まあそのアーティストの人が店番やるっていう。まあ、あのあれに近いのかな？何だっけ？つくし文具店かとかみたいな感じですかね。店番の人も自分もアーティストだったりとか、そういう感じの人たちがその間で作品を作りながら。 たまたまその時はあの妹さんでしたけどもやってましたということでですね。まあそんなお店でしたよということでした。えっとね、まだ始まったばっかりで、確かここはあれです。現金のみだったかな。決済のシステムがまだできてないみたいな感じでえ言っておりました。まあよければ皆さんもですね、行ってみてくださいと素敵な感じの。僕としてはですね、結構マニアックな本が手に入ったので良かったかなと思いましたというところですね。のしの番ですね。はい。 そんな感じでした。ありがとうございました。以上です。お疲れ様でした。